はい、皆さんこんにちは。佐賀家敦史でございます。1時37分ぐらいですかね。はい、6月は9日の金曜日でございまして、今日で今週もウィークではおしまいというふうになりますけども、早いわほんまに。まだ雨が止んだぐらいでしょうかね。まあええわ、いいわ。はい、日経平均を見てみましょう。5番が開きまして、1時間ちょい経ちまして、プラス562と、かなり堅調ですね。香港はプラス53と、まあ、これはまあまあ、維持ですね。原油先物70.75と。香港はプラス53、まあ、堅調、なんとか。注目ドルは、ちょっと待って、ドル円見ましょうか。ドル円 139.2 ドル、まあ、ちょっとどうでしょうね。139.20 です。若干押されてきましたか。ドルウォンはうにゃうにゃですね。1295というところに来てます。さて本題はですね、デイリー新潮に出てます。この記事面白いなと思って、ウクライナ軍の反攻開始でロシア軍は総崩れ。ちょっとオーバーちゃうのちょっとオーバーちゃうの専門家がまさに敗北寸前の軍隊という状況証拠とはという記事、あれ記事ですね。伝聞を読む、読んでいきましょう。CNN は6月7日、ウクライナ反攻開始兆候、東部で戦闘が大幅に増加、との記事を配信し、ヤフーニュースのトピックスに転載された。NATO 当局などが CNN の取材に応じ、過去48時間の間で東部の戦闘が大幅に増加していることを明らかにしたという。その一方で南部ヘルソン州のドニエプル川にあるカホフカ水力発電所ダムが破壊されたことは反攻作戦に影響を与える可能性があると伝えた。ダムの決壊によってウクライナ軍がドニエプル川と同調のというわかりませんけど渡ってロシア軍の陣地を攻撃することがより困難になる可能性がある。まあいろいろ書いてあるんですけども、あとロシア兵が脱走したとかね。ロシア兵40人、ルハンスク州で部隊から脱走か、ウクライナ軍報告。40人脱走して、でも脱走した人はどうするんでしょう。国に、自分の故郷に帰るんでしょうかね。5日には米紙ニューヨークタイムズがウクライナの反攻が始まった可能性があると報じました。軍事ジャーナリストは反攻の報道は事実のようですが、注目すべきはロシア空軍の動きでしょうと。このロシア空軍がね、あんまりこの飛べないと、いや飛んでですね、ウクライナ領に入ってウクライナ軍側に行くとですね、防空システムで撃墜される可能性があると。だから行けないんやと。だから制空権をね、どっちが握ってるかって微妙なんですよ。あのウクライナ空軍ってね、ほぼ機能していないんです、はっきり言うと。でもだからといってロシア空軍が好き勝手に空を飛んでるから、それもないんですね。ウクライナ軍がですね、対空兵器でですね、撃墜をしてるんですよ。日テレニュースは6月6日、ウクライナ軍司令官、戦車がバフムト方面への攻撃でロシア軍を断ち切った、前進を続けているとの記事を配信した。ウクライナ軍がね、シルスキー司令官はいつか、自軍がバフムトに向けて前進していると SNS に投稿と。あのね、ロシア軍がね、かなりこう弱っちくなって撤退を始めていたりとかですね、脱走したりとかしてるという記事が最近よく見られるようになりましたね。で、戦車が不足していてですね、ほとんどもう戦車がない状態だと。
この前ですね、ロシアの対ドイツですね、戦勝記念パレードに参加した戦車は T-34 というですね、第二次世界大戦型の1台だけやったという話があって、へとかってみんな思いましたけど、まあ、そこまで不足してるんかということでしょうかね。で、T60 とか T55 もですね、戦場に送り出されているという話なんです。55とか60っていうのはね、1900なんですよ。だから、半世紀以上前の戦車を戦場に駆り出しているという話があるんです。ちゃんと動いてんのって話があるんですよね。普通、車でそんな50でも経ったら動かへんやん、普通は。公式サイトによると、6月7日現在、ロシア軍の戦車は2011両が破壊、110両が損害を受け、111両が放棄、544両が露獲されたことが分かったという。露獲というのはウクライナ軍に渡ってしまって、まあ、ウクライナ軍はそれを一生懸命整備して自分たちのもんにしてるわけですね。ORYX は5月の段階で、ロシア軍の戦車は多ければ3000両が破壊されたか露獲された可能性があると分析していました。開戦当初、ロシア軍は実戦で使用可能な T-72 や T-90 といった戦車約2500両を保有していました。その大半がウクライナ軍の攻撃で被害を受けたと考えられており、ロシア軍は骨董品とも言うべき、古いタイプの戦車を前線に送っています。1960年に量産され が決まった T-62 でしょを相互から引っ張り出し、1958年に登場した T-55 も極東の戦車倉庫から引っ張り出してると。いや、それでね、それをね、こう他国に売った部品を買い戻してるとかね、そういう話もあるわけですよ。え、大丈夫かお前らって感じですね。それでこの後にですね、プリゴジンですね、ワグネルの大将ですね、とですね、ナワヌイリっていう反プーチン派の巨頭ですね、この2人が組んでクーデターを起こすんちゃうかと、いう話が出ています。プリゴジン氏はクーデターの可能性について言及している。5月23日 SNS に投稿されたインタビューで、ロシアがウクライナで損失を積み重ねれば革命が起きかねないと警鐘を鳴らしたのだ。プリゴジンおしゃべりですからね、何かでいろんなこと言います。日本では読売新聞オンラインが29日に配信した記事、ワグネル創設者は革命を聞かねない、戒厳令と総動員を求める、強硬派に手を焼くプーチン氏の中でプリゴジン氏の発言を伝えたと。いやー、まあもうこれくらいしておきましょう。1ページ目を貼っておきますね。私は日本語のニュースしか読めません。で、日本語のニュースだけを毎日毎日ですね、いろいろ追いかけて読んでるんですけど、それでもね、どうもこのですね、6月に入ってからロシアの敗勢は覆うべきもなく、かなり鮮烈に伝わってきますね。負け取るなこいつらという感じでですね、で、その苦し紛れに先日のですね、ダム決壊があったんちゃうんかなと。なんでね、いろんな面から見て、ね、ロシアは負けますよ。で、負けた後どうなるのかというところにもう焦点ははっきりと移ってきています。まあ、プーチンは当然ですね、排除されるんですけど、どのように排除されるのか、あの世に行ってもらうような排除か、それかですね、逮捕してオランダの裁判所に送るのか、で、その後どうなるのかというのが一番の焦点ですね。まさかプリゴジンみたいなやつがね、対象になったらもうえらいことですよ。ナワヌイリの方がまだマシでしょうけども、でもその場合ね、その、なんていうか、西側が経済制裁を解くのか解かないのかというところも焦点ですね。で、再三申し上げている通り、アメリカにとってのゴールは、ロシアの核戦力を解体するということなんです。もう二度とアメリカの前に裸るような存在ではなくしようと。昔日本がね、アメリカとガチで戦った時にですね、アメリカは日本を占領して日本を骨抜きにしました。
もう日本は二度とアメリカに歯向かうような国にしちゃあかんっていう、これがもう大方針でした。それにもう大成功しました。アメリカの外交政策というか対外政策の中で 大成功したのはこれぐらいでしょうね。しかしその 大成功の前には大失敗があって、日本と戦ったということなんです、ね、いや戦う前に組んでいればですねこういうことにならなかったんですけど、そこには大失敗がありました。まあそれを置いといて、ですね、今回アメリカは狙うのはもうロシアの核無力化です。そこまでいけるんかな、いけないのかなという感じになってきてですね、まあロシアの敗北というのはどうやらもう動かしがたい感じになってきました。それが確認できるのはこの記事ですね。このデイリー新潮のアドレス貼っておきますので、確認をされた方は行ってみてください。なかなか面白い記事です。はい、皆さんどうもありがとうございました。